沢秀明、邪魔する者は潰す、ジュリー氏解任は予想済み、平野賞ソロ曲完成で発表は、ガツ決定、 2B の勢いに拍車がかかる。こんにちは、スコープ芸能です。8月20日の夕方、都内の高級中華料理店の前に1台の車が停車しました。濃紺のスーツを着た細身の男性が車から降り、足早に店内に入ります。その人物は今年3月に 2B を設立した滝沢秀明さんです。滝沢さんの入店と前後して、同店には話題の面々が次々と集結しました。食事会が始まる数時間前、自身の X に、今日は 2B 勢揃いで初のご飯会、何着ていこうかなと綴っていた三宅健さんの姿もあります。この日は 2B の初めての食事会だったようです。滝沢さんや三宅さんに加え、平野翔さんや神宮寺勇太さん、 IMP のメンバーらが顔を揃えました。所属アーティストだけではなく、スタッフやスポンサー筋の関係者も出席した決起集会だったようです。この2日前の18日、 IMP がシングル「クルージン」で事務所初の楽曲をリリースしています。一見すると 2B は順調に進んでいるように見えますが、滝沢さんの表情は険しいという話らしいです。7月31日、滝沢さんは TikTok ライブで 2B の今後を期待するファンに対し、言えることも言えないこともあるけど、間違いなく一歩二歩 2B は進んでおります。なので変な邪魔が入ってももう関係なくどんどん進めていきますと意味深に語っていました。この変な邪魔が入ってもの部分の発言がとても気になりますよね。この変な邪魔をするであろう人物は何人か想像できますが、第一に思いつくのがジャニーズ事務所のジュリー社長でしょう。ジュリーさんといえば、ジャニーズ事務所の外部専門家による再発防止特別チームが29日調査報告書を発表したことが記憶に新しいですね。調査報告書の一節として、ジャニーズ事務所が解体的出直しをするため経営トップたる代表取締役社長を交代する必要があり、ジュリー氏は代表取締役社長を辞任すべきと考えるとあります。退任も時間の問題というわけですね。確実にジュリー氏の業界での力は弱まります。懸念としては、ジュリー氏がジャニーズ事務所 100% 株主ですので、影響力や決定権はまだあるということですが、目立った妨害などは難しくなるでしょう。とてもナイスなタイミングでジャニーズ事務所から退所した滝沢秀明さん、こうなることは最初から分かっていたのか、それとも滝沢秀明さんが仕組んだことか、はたまた偶然のことなのか、実際のところはどうなのでしょうか。実際に2日に元 V6 三宅健さん、7日に元キング&プリンス平野翔さんと神宮寺勇太さん、そして14日に IMP が滝沢氏と共に活動することを発表しました。そして平野さんに関しては、そのルックスで多くの女性ファンを引きつけるだけでなく、男性ファンや子供ファンも増やす要因になっていました。平野翔さんはグループの顔として広告や CM にも多数出演し、ジャニーズ事務所の収入に大きく貢献していました。退所前の半年間だけでどんなに少なく見積もっても、ジャニーズへの恩恵は160億円を優に超えると見られます。とてつもない数字に目がくらみますが、それだけ彼が国民的大スターだったということでしょう。そんな平野さんをどんな形であれ引き抜いたことになりますから、ジャニーズ事務所としても 2B は同業他社以上に敵視している可能性もあります。平野さんをはじめ大スターが移籍発表したタイミングで、再発防止特別チームがジュリーさんの退任を要求したことは、これは偶然だとくくっていいものかどうかは分からなくなってきました。そしてジャニーズを退所し、世界で活躍するという名目のもと、新会社に移籍するということで、ファンをはじめ日本全体が 2B 所属アーティストに注目し始めました。言い方を悪いかもしれませんが、結果的にジャニーズ事務所を踏み台にしたと言っても過言ではないですね。ジャニーズ事務所を去った平野さんや神宮寺さんがその輝きを増大させているのに対し、永瀬廉さんと高橋海人さんの2人になったキング&プリンスからは同等の勢いが感じられないとも言えます。今月16日、1年2ヶ月ぶりに発売されたキンプリの最新アルバム
ピースは約34万2000枚のセールスを記録したことで、なんとか面目は保たれましたが、ジャニーズ事務所に好意的な媒体はデビューから5作品連続で30万枚セールス超えと盛り上げますが、気になるのがファンクラブの会員数なんです。キンプリのファンクラブ会員番号は8月上旬時点で105万2000人を超えていますが、それにしてはアルバムセールスが悪すぎますよね。退会した会員番号はそのまま、持ち主がいないまま永久欠番になりますから、105万人超のうち実際はすでに退会した人数が何人いるのか。6月21日にキンプリが2人体制となってリリースされた初のシングル何者は約54万4000枚を売り上げましたが、これはティアラたちが残った2人に恥をかかせられないと頑張った数字だという話です。 SNS では性加害問題で弱っているジャニーズ事務所を本気で潰そうとしているとか、退所したみんなが生き生きしてるのはタッキーのおかげと、滝沢さんの 2B には賛否両論ありますが、平野翔という存在は陰るどころか露出が減ったことで余計に注目が集まっているのは間違いないです。滝沢さんは SNS のフォロワーは260万人近く、所属アーティストの差配も含めて日本社会全体に大きな影響力を持ち、その一挙手一投足が注目される存在です。滝沢さんの旗振りのもと、平野さんはソロ曲が完成してレコーディングも済んだようです。三宅さんもミュージックビデオの撮影が進んでいて、2人ともソロデビューが近い。来春には 2B メンバーによるドーム級のコンサートを計画している模様です。ジャニーズ事務所を抜け 2B に合流した彼らが利益を生めば生むほど、ジャニーズ事務所は渋い表情になるでしょう。またジャニーズ事務所一押しの7人組グループなにわ男子の西畑大吾さんが2歳年下の読売テレビ足立夏穂アナとお泊まり合いを週刊文春が報じました。足立さんの部屋を訪問した西畑さん、入る時は大きなスーツケースとバケットハットでしたが、翌朝出てきた時にはハットの下から金色のボブヘアが揺れていたという、ウィッグで女装していたようです。事務所は複数人の友人と一緒、ウィッグはパーティーグッズの一つと苦しい弁明。今の時代に信じる人がいるとは思えないですよね。またジュニア内の6人組ユニット美少年のメンバー19歳の金指一世さんは年上の女性と温泉旅行が発覚しました。これはベッド写真が SNS で流出する騒ぎを起こしました。また同じグループの那須雄登さんが壁にシュークリームを投げつけている動画が流出して社会問題に発展、性加害では口を閉ざす井ノ原快彦さんも公式に謝罪しましたが、処分はなしということで、もやが晴れないような釈然としない結果となりました。もはやジャニーズ事務所が傾けば傾くほど 2B には追い風となるこの状況、その2つの会社の動向をこれからも探っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。それでは。